おかしな思考にため息をつきながら現実に目を戻す。10時4分。4分の時間が過ぎ、4分の記憶が失われた。いつから私は円の外に出ることを諦めたのだろう。みんなが消えていく先にあるものを夢見ていたのは、いつまでのことだったのだろう。それすらも覚えていない。無意味だ。こんなことを考えているうちに、また30秒の時間が失われる。私はゆっくりと部屋を見渡す。ここにあるものは、ほとんどが私の知っている姿そのままだった。模様替えで家具の配置を変えてしまうと、翌日以降の自分が困るからだ。お姉ちゃんにも、そういう面で随分と迷惑をかけてしまったのではないか。そう思うことしかできない。何の実感もない停滞した世界。それでもそこに、ひよこのぬいぐるみが新しく置かれていた。5日前の私が望んだ変化があった。レンジ君。私は彼の名前を無意識に呟いていた。その名前の価値を今日の私は知らないが、ぬくもりを胸に覚え、自然と微笑みが浮かぶ。あったかい名前。うん、そうだ。メール見なきゃ。私は数少ない日課。姉からのメールが届いているであろうことを思い出し、机に座る。パソコンを立ち上げながら、内心、自分が姉以外の人間に心を許していたことにドキドキした。千尋へ、元気にしていますか？姉からのメールはいつもの文面で始まっていた。けれど、ここ数日元気のあった姉の言葉に、また陰りが見えていた。映画撮影の話、いろいろあって止まっちゃったわ。なんか先輩が前にいた部活の方でごたごたがあったとかで、何かしてる方が楽かなってやってただけだし、別にいいんだけど、テストが近いから我慢して勉強した方がいいのかもしれないけど、それもね。どこかから元気にも見える内容に思わず寂しさを覚えてしまう。その原因は映画撮影の中止だけではなかった。そういえば一昨日、街でお兄ちゃんを見かけたわ。前に話した彼女と一緒に仲良さそうに歩いてた。目にしたのは後ろ姿だけだったし、声はかけなかったんだけど。ふと思ったわ。どうしてお兄ちゃんの隣を歩いているのが私じゃないんだろう。そんなの当たり前だって分かってるんだけど、でも自分がまだそんなことを考えてしまうんだってことがショックだった。今日はもう何を書いてもダメね。千尋に愚痴っても悪いし、こんなことは自分で何とかしなきゃ。
下にはちゃんとしてるから。ごめんね、千尋。お姉ちゃん。お姉ちゃんは立ち止まっている自分に焦っているのだろう。私にはわかる。私だからわかる。一つ深呼吸してキーボードに指を置く。普段は甘えてばかりいるからこそ、こんな時くらい少しでも姉の役に立ちたかった。お姉ちゃんはやりたいことが見つからないんじゃないんだと思うよ。本当にやりたいことがあるから、他に何かないかって無理に考えても見つからないんだと思う。それはすぐ目の前にあるはずだから。自分を騙すのは辛いことだよ。私にはわかる。私だからわかる。ヒロお兄さんとのこともそう。あの頃は毎日が暖かくて楽しくて、悲しいことが起こるだなんて少しも考えなかった。未来のことなんて何も考えていなかった。私たちは子供だったから。それは私にとってはつい昨日みたいなことで、今のお姉ちゃんがいるべき時間ではないのだ。でも思い出は大切だからこそ、それを言い訳にしちゃいけないんだと思うの。立ち止まって振り返ってばかりいるとみんなに置いていかれちゃうから。お姉ちゃんは走っている時こそ輝いていて、私はそんなずっと前を走っているお姉ちゃんの背中に憧れてたから。私もやってみる。だから一緒に頑張ろう、お姉ちゃん。自分の心に浮かんだ言葉をしたため、私は小さく息をつく。姉に向けた言葉に嘘はない。私たちは双子のくせに性格は全く似ていなくて、だからこそ正直に思いを伝え合うことができた。だから姉への言葉の中に自分への答えを見たのだ。一緒に頑張ろう、お姉ちゃん。思いを言葉にしながら机の一番下の引き出しを開いた。宝物をしまった場所。4年前までのアルバムとか卒業文集とか日記とか、私が普通に思い出せる懐かしい品物が詰まっている。大切な大切な宝物のお墓。思い出すと辛いから、ずっと時を止めていたのに。本当にあの縁の外に出られるの？羊は生贄の象徴だ。私は鎖につながれたまま、たまに縁の中を通り抜けていく人と接触する。ある人はそこで足を止めて、外の世界の話をしてくれる。
もいずれ去ってゆく。時間は流れる。残酷なほど平等に。私以外に平等に。レンジ君もそうかもしれないのに。夢。引き出しの中に手帳がある。それが私の夢の形なんだそうだ。4年前に閉ざされた私に代わり、4年間に綴られた物語。自覚ではなく、日記にそう書かれているから知っているだけの物語。ごめんね。私はその物語に謝った。ずっと私の都合で時を止めていて、ごめんなさい。手帳を手に取った。書き上げてあげるから。決意が揺るがないように声に出す。そう。これは決意だ。私は決めたのだ。きちんと手帳にもそれを記した。準備は整った。今日が始まる。そして何よりも今日は彼に会って絶対に聞かなくてはならないことがあった。私を抱きしめたり、キスしたり、告白したりしたのは本当なんですか？部屋帳みたいなものです。私が帰ったら読んでいいです。誰かが
自分の話を読んでるのを見てるの嫌です。つまらなかったらこの話はなしにしてくださいね。世界に一人だから、彼女は神様だ。女の子は物心がついた時には島にいた。島には一つの屋敷と、その屋敷と回廊でつながる古城があった。そんな場違いな建築物がどんな目的でそこに建てられたのか彼女にはわからない。知る必要もなかったし、元からそこにいただけの女の子が疑問に思うこともなかった。城の倉庫には保存食や生活雑貨が山のように積まれていて、飢えることはなかった。それが食べられるものだと認識するまでは下手だ。しかし病気や怪我で何度か死にかけた。色や匂いの変わった食べ物、手近な植物とか無機物を口にして死にそうになったことが一番多かった。女の子は屋敷を居住スペースにして、古城にはほとんど足を踏み入れなかった。特に区別する必要はなかったのだが、単に生活するのに古城の方が不向きだったという合理的な判断だった。何もすることがなかった。島は狭く、徒歩でも半日あれば一周できるくらいしかない。海岸から見える景色は360度、どこも海と空と雲と水平線でしかなかった。それが世界のすべてだった。
それは簡単なことだ。どんな内容なのか俺も見たことがないから知らないが、千尋にとって文字を書くということは生き抜くことと同じだからな。文章、絵でも音楽でも、それらの生まれた理由の根源に千尋が近いってことさ。つまり他者へのイメージの伝達だ。そう、千尋は消えていく自分の姿を日記として翌日以降につなげようとしているのは知ってるな。もちろん日記というのは自分から自分へ当てるものだ。しかし千尋でなくても、過去の自分とそれを読んでいる未来の自分はあくまでも別の存在だ。現代の日記が本来の意味で使われてるかというと微妙だから、報告書とか交換日記だと思えばいい。つまり自分のイメージをどれだけ正確に他人に伝えられるか、その精度が問題になる装置だ。楽しかったって一言だけしか書いてない日記と、いつどこで誰がどうして楽しかったかまで書いてある日記は別物だ。文字だけじゃなくて絵も音楽も、すべての創作物の根源がそれだ。他者へのイメージ伝達、共感の概念、そこに千尋が文章を書く目的が近いってわけさ。どうだろうな、学んだことじゃなくて元からの才能かもしれない。覚えてなくても体に染み込むものがあるかもしれないし、死ぬ気で伝えようとしてるから出てきた力かもしれない。どうしてって話になると俺にも詳しくはわからないけどな。でも人間には目が見えなくなって耳が異常に良くなるとか、手が動かない代わりに足の力が強くなるとか、そういうことがある。どこかが馬鹿になるとどこかが悟くなるんだ。回路の問題かもしれない。天才は左脳のストッパーが弱いという話もあるし、そんなにすごかったのか。千尋の書いてる話さ。そうか、まあもうここまで来たらそれが書き上がることを祈ろう。冗談にもならんな。祈るってのは動詞だ。そういう行動だよ。
何者って？会いたい人がいたんだ。ここで会うはずだった。昔の話だからな。俺は神父でもカウンセラーでもない。人の懺悔を聞いたり人に説教する資格そのものがない人間なんだよ。それでもあえて先達として忠告させてもらうなら、小説も友達ごっこもいいが、決して千尋自身に深入りはするなよ。あれ、レンジ君ですよね。お待たせしてすみませんでした。そろそろお昼ですから一度帰りますか？レンジ君が料理するのを見るのは面白そうです。レンジ君の家でご飯を作るって言ったじゃないですか。何でも大丈夫です。いえ、グリーンピース以外なら。あの食感がどうも。作れなくはないのですが、絶対に口にしてはいけません。どうもうちの家系は本人の才能とは関係なく料理との相性が良くないようなので、
さい。もう帰ってきたの？ごめん。後半をもう一回。爬虫類？犬か鳥でも拾ってきたの？人類の友達ができたって嘘じゃなかったの？ラジャーです。大丈夫でしたか？レンジの友達って女の子だったのね。はじめまして、シンドウチヒロです。ご丁寧にどうも。麻生すみれです。レンジ君のお姉さんですか？妻です。お母さんなんですか？はい。こちらの方がまだ。どうも。笑顔が光る好青年です。こんにちは。化粧室。あ、そうそう、久世さんと一緒にお茶をしてたんだけど、驚いてて言うの忘れてた。悟ってきちゃったな。私たちはさっき食べたから大丈夫よ。シロちゃんの相手は俺たちに任せて、存分に腕を振るうといい。
お客様なんですから、ゆっくりとソファーにでも座って。千尋ちゃんとレンジってどういう関係なのかな？関係…いや、ただのお友達だと思います。男女の間に友情は存在しないね。経験則だけど。男女の友情ってそういうものなのかしら。大体は男の片思いで終わるんですけどね。期待したいんだけどな。おや、まあまあ、一体レンジのどこが良かったのかしら。あの子ほら、親から見てもバカだから。そういうのが母性本能をくすぐることもあるのでは？そうなのかしら。でもこの年まで浮いた話がなくて心配してたから、お母さん嬉しくって。俺は見てて面白いんですけどね。きちんと否認はしなきゃダメよ。それはどうでしょう。何か依存が？男のロマンの否定ですからね。の気持ちは分かりませんが、女性にとっては結構怖いことなんですけどね。何がですか？ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。
を食べたのか記録を。栄養もそうなのですが、何時に食事をしたのかも忘れやすいのでメモしてるんです。レンジ君の料理は久しぶりの10点満点ですね。ちなみに今日の朝食はご飯とお味噌汁、焼き魚で4点。昨日の夕食はイカとタラコのスパゲティとコンソメスープ、デザートにバナナがついて7点。はい、食事は回数が多いのと評価の感覚が難しいので点数方式にしているみたいです。レンジ君のお母さんも久慈さんもいい方でしたね。私の目を見ても何も言いませんでした。レンジ君もこの人の本を持っているのですね。これです。出ていたんですね。4年前までに読んでいたのは2作目まででしたので、私の唯一の利点です。
切るということがないので、同じ本でも何度も楽しめます。事実ですから。こちらの小説の話をしましょうか。お世辞は結構です。いえ、面白いはずありません。そういう話じゃないです。暗いです。地味です。可愛げもありません。ノートパソコンです。子供の頃からいじっていたので、文字を打つとか、メールくらいなら普通にできます。できれば本の方がいいですけど。情報量が多すぎて私自身が混乱するのと、作中の女の子も本に触れているのでそちらの方が良いと以前の私が言ってました。他の場所を考えないと。どうしました？
しれませんが、肝心の制服がありません。何か証明書か身分証が必要じゃないかと。それに変えたとしても、そういういたずらをするにはちょっと高いものだと思いますけど。おそらく一番の問題は一日では書き上がらないことです。話だけじゃなくて、舞台や登場人物の印象や文体も毎回変わってしまうので、何度も何度も途中まで書いては前後が合わなくて書き直しているようです。私の場合はどれだけやってもないので、どうでしょう、ここ13時間のうちに見てないので分量は分かりませんが、31回挑戦しているようですね。おそらく考えているだけとか、ちょっと手を入れてるのも加えれば倍以上になると思いますが、私にはわかりません。お任せします。
中身はそれだけできれば書けるかもしれませんが。とても大切なことが一つあります。おそらくこれが一番難しいと思いますが、私が書かなくならないようにしてください。私も努力しますが、難しいとは思いますので先に言っておきます。今日の私はいいんです。書くというお約束をしてからそう時間が経っていないので、感覚もずれていないので。でも明日や明後日にはもう保証できないんです。私が言うときは本当に書きたくないという気持ちになってるはずなんです。それは本当にそう思ってるんです。私たちは毎日のように駅で会ってるんですよね。早く会いたい。面白い人で、優しい人で、そうここ最近の日記には書いてありました。目が少しずつ出てます。多分今日の私は違うんです。うまく言えないのですが、レンジ君が嫌いじゃないんです。会わなくてはいけないなと思っていました。約束も分かってます。でも会いたかったわけじゃないんです。それが私なんです。いつもと同じ1週間じゃなくて
11日分を見直してるんですけど。ごめんなさい。ちひろちゃん、晩ご飯食べていく？いえ、大丈夫です。それではまた明日、いつもの場所で。それじゃ、俺もこれで失礼します。千尋ちゃんの様子が変だったけど、二人の時に何かあったの？